さんこんにちは、あらわらの奥村ひろみです。さあ今日もですね、夏休み応援企画お届けしていきたいと思います。さあ今日は4分間のインターバルトレーニング2回目になりますね。こちら紹介していきたいと思います。さあここだけの話ですけれども、ぶっちゃけインターバルトレーニングが一番ね即効性があって、体にしっかりと効いていくプログラムかなと私自身は思います。さあ4分間ですけれどもね、しっかりと動いていきますので、かなり汗も出ますし、爽快感もバッチリあります。さあ今日も4分間皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。20分間はフルパワーで頑張っていただいて、10秒間リカバリー、これを8セット行っていきますね。さあ水分しっかりお取りいただいて、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。それではどうぞ。お尻をしっかりと下げて、ところからスタート、まっすぐ上に飛んでいきましょう。さあお尻は斜め後ろに引いて、着地したらすぐジャンプ。さあ呼吸をしっかり上げていきましょう。お尻を深く下げて、おへそは縦長に伸ばしてジャンプ。3、2、1 OK リカバリー。さあサイドランジ、左足だけいきたいと思います。3、2、1 Start。左足大きく踏み出して、つま先お膝正面。さあお尻をしっかりと斜め後ろへ引いていきましょう。さあ胸は前、最後から見てもらったらこんな感じ。さあお尻をしっかり斜め後ろへ引いて、さあ内ももとお尻に近づいていきます。3、2、1 OK プッシュアップいきましょう。腕立て伏せです。さあ腕立て伏せの姿勢からお尻を落としていきます。足を上げてスタート。さあ顎をしっかり下げていきましょう。目線は前の床。さあ呼吸しっかりとっていきましょう。3、2、1 OK 3、2、1 Start。しっかりとお膝伸ばしていきましょう。さあ胸と太ももしっかりと引き寄せて、さあ呼吸しっかりととっていきます。さあスピードもしっかり上げて、さあ胸と足も寄せていきましょう。 OK さああと1セット。さあきついですが、ここが勝負です。頑張っていきましょう。さあジャンピングスクワットいきます。3、2、1 Start。さあお膝しっかり曲げてジャンプ。着地したらすぐにジャンプ。しっかり呼吸上げていきましょう。さあスピードしっかり上げて、さあお膝しっかり曲げていきましょう。お尻落として3、2、1 OK さあサイドランジ、右足だけいきたいと思います。さあ右足を大きく横に出していきますね。3、2、1 Start。さあお膝をしっかり曲げて、さあ理想は太ももからお尻までが床と平行。さあお尻は斜め後ろに引いていきましょう。さあ内ももとお尻にしっかり効かせていきます。さあきついです、頑張って。3、2、1 OK さあもう一度プッシュアップ。さあプッシュアップしっかり胸に効かせていきます。3、2、1 Start。さあ顎と床の間が2センチになるまでしっかり下ろしていきましょう。さあ手のひらでしっかりと床を押して戻して、3、2、1 OK さあ最後にレイズ。さあ頑張っていきましょう。さあ太ももごめんなさい、背と床が平行です。3、2、1 Start。さあしっかり胸に引き寄せて、さあすねが下がっていかないようにすねは床と平行。さああともう少し頑張って、さあもっとお膝を胸に寄せていきましょう。 3、2、1 OK さあ
4分間のインターバルトレーニングいかがでしたでしょうか。4分間ですけれども、最初にね、ジャンピングスクワットが入りますので、かなり呼吸が上がりますけれども、その後ね、大きな筋肉もしっかりと使って代謝上げていきますので、終わった後のスッキリ感は格別かと思います。さあ、1日の中のね、たった4分間です、動いていただいて、夏に向けてもう直前ですけれども、理想のボディ作っていきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。コメントもお待ちしております。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。